はい、じゃあ始めましょう。よろしくお願いします。嬉しいです。福井県、これ堺市ね。堺市、斉藤一人秒台特別です。鈴木達也、一人さん直伝講演会。まあ、これ、ジョークさんとのまなぶちゃんとありがとうございます。で、つぐみちゃんとはつえちゃんもありがとうございます。今日はアットホームな感じで、やりましょう。なんならみんなが話してくれてもいいよ。ちゃんと仕事してください。俺が聞き役に回って今日はみんなのお話を聞く会みたいな、いや今それはちゃんと話するけどじゃあね、まあこれね、いつものメンバーだから、でもまあ録画もしてるからちょっとお話しますけど、私の講演会は楽しいが8割でためになる2割ですからね。そのつもりで聞いてください。だからあんまりなんか勉強しようとかね、ちゃんと覚えて帰ろうと思わなくていいです。どうせ YouTube で流すし。あね、初めてなんだってね。嬉しい。ありがとうございます。いや、よかった。なんかほら、最初会った時に、なんかすごい会ったらなんか緊張してたんだって、やっぱり来るまでが。だけどなんか会ったらね、すごいなんかリラックスできましたってね、言ってくれてね。嬉しい。ありがとうございます。ね、いろいろやっぱり会う前ってさ、どうなんかなとか、大丈夫なのかなっていろいろ考えちゃうよね。そう。俺なんかよく言われるんだけど、俺ひとりさんの名題とかさ、特別でして書いてあるとさ、会ったことない人は、いや、なんかどんな、なんかね、すごい人が来るのかなとかって、なんか勝手に想像してるらしいのよ。で、来て、こんちゃーみたいな感じで、あれみたいな感じで、なんかすごい緊張したの、私だけでなんか大丈夫ですかみたいな。ほら、でもね、のぶちゃんとかもすごくさ、気さくだしね。やっぱりでも親近感って大切だと思うよ。そう、なんかね、やっぱ近寄りがたいっていうのはさ、なんかそれはそれでいいことなんかもしんないけど、やっぱり人ってさ、親近感もすごい大切だし、まあ、この親近感ってね、ちょっと最後の話でも、ちょっと、なんて、キーワードになるかなっていう話なんで、まあ、これはね、ちょっと後で覚えておいてください。じゃあね、いつも私の講演会ね、一番最初くだらないシリーズで何のためにもならない話が。待って。本当に。お、これめちゃめちゃ人気あるの、いつも。ね、なんていうかな。このくだらないシリーズのね、なんとかの話してくださいとかいろいろ言われ、リクエストが来るのよ、最近。で、この間なんかすごくて、あれとこれとこれ話してくださいって、それずっと話してたら俺、講演会終わっちゃう。で、まあだからせめて厳選して1個にして、でね、昨日ちょっと、まあ話した話でもあるんだけど、なんか、ね、なんでかっていうと、昨日ちょっとね、安曇野だったんだけど、安曇野でこうやる前に、すごい早く着いたのよ、時間が。で、俺結構ほら、お風呂とか温泉が好きでさ、ちょっと早いから、じゃあ温泉かなんか行こうかなと思って、まあでも温泉っていうよりサウナに行きたいなと思って、探したのよ。そしたら、あったのよ、街でやってるサウナが。サウナっていうか温泉っていうか、そこにサウナがついてたんだけど、街でやってるのっていいね、まず人がいないのよ。なんか俺含めて4人ぐらいしかいなかった。あ、もう結構まあまあの綺麗なお風呂だよ。で、サウナもあったんだけど、まあ本当にこじんまりしたところで、またそのサウナがめちゃくちゃ熱いのよ。サウナって多分わかんないけど、場所にもよって90度とか90何度ぐらいが結構それでも熱い方なのね。でもそこの街でやってるサウナはね、もう温度計が100度さしてた。だからもうなんか床、ほら、木張りの床なんだけど、もう熱い、熱いみたいな。それで、だから本当に、ちょっと入ってる時、汗がブワーって出るよ。すごい。で、また安いのよ、街でやってるから。300円、なんかほら、ゴミ処理場かなんかを、なんかほら、ね、そういう、そうそう、余熱で、なんかやってる温泉施設みたいな感じだから、だから町民は多分タダなんじゃない？まあでも一般でも300円。安いじゃん。そうで、まあ、そこでね、こう、なんていうかな、入って、サウナ入って、で、時間潰ししてたんだけどさ。でも、めちゃめちゃ暑くて、で、それの時にね、ちょっと思い出した話があって、そうだと思って、ね、もうこれもほんとくだらない話で、俺なんか昔バス、観光バスの運転手やってたことがあるのよ。そう、本当に。そうで、前ね、なんか話した時に、観光バスの時のお仕事の話ってなんかないんですかって言うから、いや、あるよって言ったの。で、じゃあそしたらせっかくだからその話しようみたいな話でしたんだけど、そのね、観光バスでスキーのお客さんを乗せていく仕事だったのよ。で、まあちょうど、まあここは福井県だけど、その時は確かね、昨日長野県だったから、長野県の志賀高原ってとこがあるのよ。で、志賀高原ってやっぱりスキー場のメッカで、やっぱ雪がめちゃくちゃ降るのよ。
ものすごい古い。で、俺たちがこう行った時も2泊3日のスキー客のツアーだったんだけど、なんていうかな。まあ、やっぱり山の方にこう、どんどん登っていくと、雪がすごいいっぱい降ってきたのね。で、ほら、スタッドレスタイヤを履いてたんだけど、やっぱチェーン巻かないとダメだって話になって、まあ、一応ほら、俺がね、チェーン巻きに外に出たんだけど、どれぐらいすごいかって、チェーン巻いてる間に俺が埋まってちゃうの。雪で。で、これ死んじゃうんじゃないよ。雪をこれかき分けながら、まあ、なんとかね、タイヤにチェーンつけて、まあ、無事だったんだけど、まあ、そしたら除雪車もちゃんと街で来てくれて、まあ、なんとか無事にね、そのスキー場までたどり着けたんだけど、で、そしたら、やっぱスキー場で泊まる人っていうのは、なんていう、あ、スキーでね、スキーで泊まる人は、やっぱいいホテルとかペンションみたいな結構綺麗どころに泊まるのよ。そうで、バスの運転手さんとかっていうのはやっぱりスキー客優先だから、そういうところいっぱいになっちゃうと、いわゆる民宿とか、なんかそう個人でやってる旅館みたいなところに行くのよ。まあ、通称流しっていうんだけど、流されるとかって意味で。そうで、要はその宿ね、その行くんだけど、やっぱりなんておじいちゃんとおばあちゃんがやってるようなさ、なんてちっちゃい宿なのよ。ねえ。まあ別にそこは全然俺たちはそういうのは気にしないんだけど、まあいわゆるボロ宿ってやつね。ボロ宿ってやつで、で、そのボロ宿行った時にね、もう本当におじいちゃん、80代ぐらいのおじいちゃんとおばあちゃんがこじんまりやってる感じだったんだけど、もうすんごい寒いのよ。で、どれぐらい寒いかって言うと、一応部屋でビール飲もうって話になったの。コップにビール注いだのね。凍っちゃうの、それが。シャリシャリになっちゃう。そう。だから部屋の中氷点下なのよ。すごくない？なんだ、ビール凍っちゃうんだよ。で、缶からも出てこない。何これみたいな。そこ、氷水、本当に。まあ、なんかシャリシャリしてうまいけどね。でも、それになっちゃって、だからそれぐらい部屋が寒い。で、ほら。ちょっと昔のさ、お家とかってさ、すりガラスでさ、なんてちょっとガラスがさ、一個一個小さいのがはめ込んだよ、木枠に。だから、風が吹くとビュービュー入ってくるの、風が。すんごい寒い。で、じゃあ暖房器具あったんですかって、一応こたつと、ガスの、なんていう、あれがあったのよ。そのストーブ。でもまたこんなちっちゃいんだよ、これ。こんなちっちゃくて。そこの近くでこうやって寒いとかってやってたんだけど、そしたらね、なんとちょっとしたらバチンって消えちゃったんだよ、そのガスのやつが。で、何？と思って、そしたら何回つけても消えちゃうわけ。これおかしいなと思って、そしたら、なんかやっぱそのおじいちゃんとおばあちゃんが廊下でうろうろしてるわけ。あーとかって言いながら。で、じゃなんかガスがね、つかなくなったって。だからストーブがつかないとかっておどおどしてるから、あ、これ多分、そのバスの運転手さんがいっぱいもうほら入ってきたから、みんなあれ一斉につけるとガスって、安全装置が働いちゃうの。そうだから、なんか要は、なんとバチンってなんかブレーカーみたいなのが落っこっちゃうのよ。そうで、あ、それだよって言ったら、外猛吹雪じゃん。でね、いやーって、こんな吹雪でねって、うちは若いもんがいないと。で、こんな吹雪で外出たら凍えちゃうとかって。で、うちは若いもんがいないってずーっと俺の方見ながら言うわけ。若いもんがいない、若いもんがいないってずーっとおじいちゃんとおばあちゃんでね、若いもんがいなくて困ってんだとかだとかって言うから、いや、もうそうやって言われたらさ、いや、行きますよって。行けばいいんですよね、みたいな感じで、まあ当然厚着して行ったの。でも本当に、まあ、部屋の中がね、氷点下になっちゃうぐらいだから、外はもう風はすごい、雪はもうビュービューね、すごいね、本当にこれ大丈夫かなっていうぐらい寒いわけ、防寒しててもね。で、ああ、寒いとかって思うね。でもあれ簡単で、なんか裏にあるスイッチみたいのを押すと、なんかもうそれで復旧するのよ、すぐ。だけど、みんなほらやっぱ、他の部屋も同じような状況なわけ。なんか復旧すると、即落ちんのよ、また。バチンとかって。で、俺、それをね、そう、ひたすらボタンを押して、バチンってことで、ボタンを押して、バチン。俺ね、2時間くらいそれやってたのよ。外で。で、俺もさすがにこれはもう死んじゃうと思って、もうほんとこんな繰り返しこんなことやってる意味ないから、おじいちゃんとおばあちゃんに言って、いや、これ、みんなで一斉につけると落ちちゃうからって。だから順番に一個ずつつけてって、部屋一個ずつ言ってって言ったら、またおじいちゃんとおばあちゃんだからさ、ゆっくりなんだよ、すごく。おばあちゃん言ってきた。寒い。そう。まあ一応でも言ってきて。
まあ、無事、一つずつやってたら、もう本当に安全装置が落ちなくて済んだわけ。ああ、でもやったーと思って、終わったーと思ってさ、じゃおじいちゃんとおばあちゃんにさ、優しいから、いや、寒かったろうって、本当申し訳ないってね、本当にね、こんな寒い思いさせちゃって、ご苦労様みたいな感じで、お風呂汲んどいたからと。でも俺としては体が芯まで冷えちゃう。もう歯の根なんか合わないガタガタガタってさ、ほんとに。で、もうでもすごい寒いで、ほら、お風呂汲んで、ね、ちょっとさ、ちょっと大きめのお風呂なんだけど、お風呂汲んどいたから、早く入って温まりなって、ちょっとね、申し訳ないけど、普通お風呂入るときは流してとかいろいろ言うけど、もうそんな状態じゃない。もう、ああ、お風呂早く入りたいと思ってすぐ脱いで、で、バシャンって入ったの。もう飛び込んじゃったの。ちょっとね、汚ないけど。バシャンって飛び込んで、ああ、これでね、やっと解放されると思ったらね、なんかね、ちょっとしたんって、なんかちょっとおかしいのよ。あれと思って、でもその時は体が冷え切っちゃってわかんないの。そしたらね、水なのよ。で、俺がだんだん感覚が戻ってきて、これ水なんだけどって言ったら、じゃあおじいちゃんとおばあちゃん顔をして、あ、そういえばうちのお風呂はガスで炊くやつだったんだ。で、要はほら、ガスが切れてる時に汲んじゃったのよ。自分たちも安全装置のことを気にしてないで、まあ優しいからお風呂先に汲んどいてあげようって汲んで、自分はお湯出してるつもりなわけ。で、当然見ないじゃん、お湯の温度とか。もうね、なんていう、みんなもさ、こっちのね、寒いところ住んでればわかると思うけど、雪が降った日の出てくるお水ってめちゃめちゃ冷たいじゃん。すごい冷たいのよ。そうです、ごい。これは死んじゃうと思ってで、また一回水抜いてまた。で、そっから本当にまた今度お湯出るから。で、なんつうの、裸のままお湯が出てる。こうやってお湯が出たら、あったかいです、みたいな。っていうね、どうでもいい話があって、そうだから、でもバスの仕事も楽しかったよ。そうだから、そうやってやって、仕事でもね、結構いろいろ楽しいお話がありました。以上です。面白かった。じゃあ今日の講演がこれで終わりで。まあね、こういうくだらないことを講演会で話しちゃう。じゃあ次の話、この次の話はね、ちゃんといい話するからね。まあいいかの話します。まあいいか。まあ昔本もひとりさんの本も出たんだけど、いや実はね、この何が言いたいかっていうと、このまあいいかっていうのは、神様が、なんていうかな、ちょっと気持ちをね、少し、こうなんつう、抑えるっていうか、なんか落ち着かせてくれるっていうか、これ神様のひらめきでできた言霊なの。だからよく外国だと、今若い子たちがね、なんか歌歌ってる、ケセラセラとかさ。まあ昔もあったけど、ケセラセラって。ケセラセラもほら、なんとかなるとかね。あとほら、外国語のさ、ノープロブレムだっけ？なんか問題ないみたいなさ、言葉も、ああいうのも全体も、なんか要は神様の知恵でできた言葉なんだって。それで、よくみんなさ、悩みってさ、なんかやっぱりない方がいいって思うじゃん。なんかやっぱり失敗しちゃったとか、やらかしちゃったとかね、またなんでね、自分はこんなことやってしまったんだって思った時に、やっぱこのまあいいかっていうと、ちょっとだけね、その悩みの温度が下がるのよ。で、みんななんかね、悩みってゼロにしようって思うから苦しくなっちゃうの。でも、実は悩みは、なんとほんと1下がればいいのよ。だから、まあいいかって思うと、まあ、ちょっとね、考えるとモヤモヤするけど、まあいいかって言えば、ちょっとなんつう、心が静まってくるのね。そう、それだからいい言霊なんだけど、ひとりさん的にはさらにね、上があるの。上があります。言霊で、神様がね、手助けしてくれる、言霊にできるの。それは何かっていうと、まあいいかの前に神的つける。神的？そう、神的。だから神的まあいいかっていうの。そうすると神様が力貸してくれるよ。そう。だから、まあいいかだけでも本当にすごくいいの。だけど、その上に、神的ってつけるの。神的。神様の神ね。普通のこういう神じゃないから。そう。ちゃんと神的ってつけると、神的まあいいかって言ってると、本当にすごい神様が力貸してくれるから、まあいいかって言ってる時よりも、すごいなんつう、落ち着く、スピードがすごい速い。そうだから、みんなやらかしてしまったとか、でまたやってしまったみたいなことがあったとしたら、この神的まあいいかって言って。そう。で、まあ、神的ってつけど、まあいいかが一番しっくりくると思うよ。だってなんか、神的ケセラセラとか、なんかあんまり、言いづらい。長くなっちゃうから。やっぱ日本語だから、神的ってつけた方が、神的ね。まあいいかの方が一番しっくりくるから、
だ神様が手助けしてくれるから、この神的マイカっていう言葉もね、使うとすごくいいよっていうね、あの話を前にしてくれた話があったんで、これも覚えておいてください。以上です、これは。そう、神的をプラスワンするだけです。それだけで、すごく、あの、なんつう、心がね、静まるっていうか、落ち着こう、なんつう、スピードがすごい速くなる。そう、覚えておいてください。ありがとうございまーす。もう今日ね、アットホームやってるから、ほんとすぐ終わっちゃうぜ。じゃあね、次の話ね。あの、まあ、これはね、毎回ここの何ヶ月もずっとお話してる話です。あの、龍神様のお話ね。あの、龍神様って、まあ、普通ほら、あの、丸カンが好きとか、ひとりさんが好きとか、なんか結構こういうね、精神的なことが好きな人って、結構龍が好きな人って多いと思うのよ。ただ、なんていうかやっぱ人によってはだと思うんだけど、いや、なんか龍って言っても、なんかまあ龍はいるかもしんないし、なんか龍神様ってね、存在してるかもしんないけど、実際正直自分たちとあんまり縁がなさそうだなとかって思う人もいるかもしれないし、そういう風に感じる人もいるかもしれない。あとほら、特別な人だけが、あの人は龍神様のね、力をこう借りられてるんじゃないのかな、みたいな話があったとするじゃないですか。でも、我々のね、ちょっと見方は少し違うのよ。だから例えば、生きてる人に全員に龍神様が宿ってるって見てる。そうだから、全員いるのよ。そう、だから全員龍神様がね、宿ってる。で、宿ってる。まずだからこれは分かったよね。宿ってます。そしたら次。次は、要はその、宿ってる龍神様は自分の機嫌と連動するのよ。分かる？そう、だから自分の機嫌と連動するから、変な話、なんつ、例えば、じゃあ、まなぶちゃんが、すごいなんかプリプリ怒ってたっすんで、もうなってねえよとかって、総理大臣何やってんだとかって、まあいろいろ言ったんですよ。まあ仮だね。仮にね、そう。言って、そうやってなんか怒ってたとしたら、要は、まなぶちゃんが機嫌が悪いと、まなぶちゃんに宿ってる龍神様も機嫌が悪い。わかる？そう、そうすると、龍神様にいいも悪いもないんだよ。で、よく泣き面に蜂みたいな、あの、ね、あの、ことわざってあるでしょ。あれは、本当で、怒ってる人っていうのは、龍神様がある意味、まあ、プリプリね、怒ってる人っていうのは、龍神様がね、力貸してくれてんのよ。そうだから、なんつ、よくね、まあこれもひとりさんの昔から例え話で言うけど、イライラしてる人ってレストランに行くと自分の水だけ来なかったり、メニュー間違えられたり、そう。で、本当にそういう人って、本当にそういうことが起きたり、あと仕事のトラブルが次から次に起きたりとかさ、するじゃん。そうだから、やっぱりな、龍神様っていうのは自分の機嫌と連動してるんだよって覚えておいてほしいのね。そう。で、だから要は何が言いたいかっていうと、自分の機嫌が悪い人は、宿ってる龍神様も機嫌が悪いから、それに伴って、機嫌が悪い龍神様は力貸してくれるから。そしたら、なんと次から次にトラブルにもなっちゃうし、なんといろんなね、次から次にこう、なんと失敗みたいなことが起きちゃうよっていう話なの。だから、俺たちが上機嫌が大切だよって言ってるのは、やっぱりなんか自分に宿ってる龍神様も自分の機嫌と一緒なんだから。そうだから自分の機嫌が良ければ、自分に宿ってる龍神様も機嫌がいいの。だから俺たちは上機嫌が大切だよって言ってるの。でね、じゃあこの上機嫌なんだけど、じゃあやっぱり上機嫌でね、いた方がいいですよねって話当然なってくるじゃないですか。そしたら、上機嫌になれる、まあ、コツっていうか、二つね、大きいことがあるの。だいたいこれさえ覚えておけば、だいたい上機嫌でいられるかなっていうのがあって、それ一個目は、笑顔でいること。笑顔。だって、変な話、なんていうかな。やっぱりしかめっ面でに機嫌がいいっていうのはないのよ。そう、そうだよ。だって、みんな、やっぱり、機嫌っていうのは人の顔に出るっていうか、やっぱり、なんか波動って顔から一番出やすいんだよ。だからみんな、例えば、じゃあ学ぶちゃんとね、奥さんが二人いました。じゃあさ、まあね、二人はさ、丸カンのことやってるからさ、意外とね、褒め言葉使ったりさ、結構普通の家庭よりはいいと思う。でもまあ、これは一般の家庭だったとしたら、じゃあ学ぶちゃんか奥さんが、先にね、どっちかがお家にいて、どっちかが後からお家に帰ってきました。そしてお家に帰りました。まあ、じゃあ、例えばこの場合だったら奥さんにしとこう。奥さんが外から帰ってきました。学ぶちゃんが先にうちにいました。学ぶちゃんがブスッとしてるとね、あ、奥さんは、今日はなんか、旦那機嫌悪いんだなって思ったりすると思うのね。だから、要は簡単に言うと、ブスッとしてる人はね、単純に機嫌が悪いと思ってもらっていいよ。まあ、中には表情が硬い人がいてね、ちょっと分かりづらい人もいるかもしれないけど、基本、やっぱりブスッとしてる人はちょっと不機嫌って捉えられても、ね、間違いないと思うよねって話。だから、
やっぱり笑顔ってすごい大切なのよ。で、笑顔でいて、機嫌が悪くなるってことも多分できないよ。そう、だからやっぱり、笑顔ってすごい大切。あと、だから、なんていうかな、その笑顔でいると、例えば男女共にすごくいいことがあって、笑顔でいる人ってね、実年齢より若く見られる人多いの。そう、で、若返りのツボがあるのよ。だって笑うとさ、口角が上がって目尻って下がるでしょ。で、この若返りのツボがあるのよ。こう。で、これ押してもダメだからね。そう。みんなこんな話すると結構ね、こうやって押して、そうなんだとかね、押すんじゃなくて笑うんですで、そうすると、ちゃんと若返りのツボちゃんと押せるのよ。そうで、やっぱりだからみんなも、そう、龍神様のこと抜きにして、結構ニコニコしてる人ってね、実年齢より若く見られる人多いと思うよ。で、もう一個あります。老けるツボ。老けるツボ。これも覚えとくといいよ。あのね、老けるツボって、この眉間と眉間の間にシワ寄せてると、こう老けるツボを押しとくことになる。だから、そうそう、皆さんはどっちか自分で選んでください。そう、だから、いや、私はなんか若く見られたいって人はニコニコしてればいいし、いや、私はなんか実年齢を老けて見られたいなと思ったらいつものこう、やってればいいよって。でも、ほんと笑顔で機嫌悪くなることってできないし、やっぱりまあ単純にね、その若くも見られるよねって話と、あと、なんてやっぱり機嫌がいい状態ってさ、何回も言うけど、自分に宿ってる龍神様も機嫌がいいんだから、やっぱり笑顔でいたら運もいいし、で、結構仕事ができたりとか、なんつう、いろいろね、この会社勤めしてても結構ね、仕事の成績がいい人ってね、結構ニコニコしてる人だと思うよ。やっぱイライラしててね、仕事ができる人ってあんま聞いたことないよね。そう、だから、やっぱりニコニコしてる人っていうのは、やっぱり結構人からの信頼もあるし、そう、で、やっぱり、なんか仕事の余裕もあるっていうかね、やっぱイライラしてる人ってさ、なんか結構余裕もないからさ、結構うっかりミスなんかも結構多かったりすると思うんだよね。そう、だから、第一は笑顔でいること。まずね。で、あと二つ目があります。二つ目は、感謝の心を忘れないことかな。そう、常に。やっぱり、感謝の念があれば、そうなんと、やっぱ機嫌が悪くなるってこともできないのよ。そう、やっぱりね、だから感謝、ね、なんか忘れちゃったりすると機嫌って悪くなると思うんだよね。当たり前とかさ。まあ、ここ福井だからさ、まあ、福井ってね、その、お魚とかキトキトとか言ってね、なんかさ、美味しいものとかのさ、代名詞になってたりするじゃないですか。でも、やっぱお魚だってさ、なんていう、自分で海に出て取ってきたわけじゃないよね。ねえ、なんか、ねえ、まなぶちゃんが毎日な、実は自分は海女さんなんですとかってさ、毎日なんか森持ってなんか、海岸まで行って、魚毎日取ってきてるんですよってさ、まあそれだってね、やっぱ食べられるようになるまではさ、誰かがね、加工してくれたりとかさ、そう、あとやっぱりご飯だってね、ただ出てくるわけじゃないし、やっぱりそういうところにもね、感謝っていくらでもできると思うのよ。これが当たり前みたいな感覚になっちゃうと、やっぱり感謝の念って薄れていっちゃうと思うのね。で、また、感謝の種って自分で見つけた方が楽しいのよ。そう、なんか宝探ししてるみたいじゃん。これをなんか教えてくださいって教えてもらうと、教えてもらったことって忘れんのよ。そう、だから、今言ったようなことで、自分でね、まあ、で、また人間ってすごい力備わってるから。だから例えば、なんていうかな、今日、ハレちゃんがね、あ、ハレちゃん、ハテちゃん、ハテちゃんがさ、ハレちゃんって誰だって、ハテちゃん、ハテちゃんがそのオレンジの、服着てるじゃん。そしたら、オレンジ色の服をね、着てる人を見つけましょうって言ったら人間でパッて見つけるじゃん。それと同じで、自分で感謝の種をね、見つけてみようって思ったら、必ず少しずつなんか自分なりにこうヒントみたいなの見つけて、見つけるようになってんの、人間の脳って。そう、だから、そっか、いつも感謝の心を忘れないようにしようと思ってたら、いろんなことに感謝だなってことで気づけると思うよ。で、気づいた方が絶対楽しい。教えてもらうことってほんとね、忘れるし、なんかまた感謝のことも忘れちゃうんだよ。そう、だから、そっか、常に感謝の念を忘れないようにしていこうと思えば、すごく機嫌もよくいられるんじゃないって。そうだね。やっぱり忘れないことだよ。それで、よくまあ、ほら、みんな生活してるとさ、なんか、最近物価が上がったとかさ、また値上げすんのかとかね、またそこに持ってさ、電気代が上がりました、ガス代が上がりました、なんか水道も高えなとかって、まあもちろんほら、そんなにね、使ってないのにさ、なんでこんなに上がっちゃうんだとかって思うとさ、確かにちょっと陰鬱な気分になっちゃう気持ちはわかります。気持ちはわかる。ただ、
じゃあそしたら節約しようとか、電気も無駄な電気消そうとか、冷蔵庫も早くで開けたらすぐ閉めようとかさ、あのそういう風にだんだん節約志向になっていくじゃないですか。で別にそれはすごくいいんだけど、でも同じ節約するんだったら機嫌悪く節約しちゃダメだよ。そうだからなんブーブー言ってさ、なんてやるの、なんてこう電力会社何やってんだよとかさだからもっと言えば国はねちゃんとしてほしいですみたいな感じでプリプリ怒って節約するっていうのは、結果なんていうかな、やっぱりさっきの龍神様の話に戻すけど、やっぱりなんていうかな、結果が全然違ってきちゃうと思うよ。プリプリ怒って節約してる人っていうのは、節約してるのになんかさらに違うことでお金がかかっちゃったり、そうなんか余計な出費が増えちゃったりするんじゃないのかなと。まあ出費のことだけじゃないけど、やっぱりなんつうの、節約しててもなかなかこうなんて節約ができないような状態になっちゃうんじゃないのかな、波動の観点で見たら。だけど同じ節約するんでも楽しく機嫌よく節約してほしいのよ。だってね、これさ、いつも俺たちも言ってるんだけど、電気代が高い高いってブーブー言ったって下がんないじゃん。そうですね。ねで下がるんだったら100万回とか言うかね俺でも言ったところで下がんないし、言えば言うほど自分の機嫌が悪くなるだけなのよ。そうだとしたらやっぱりなんていうかな、機嫌よくね楽しく節約した方がなんか自分でも気づきもあって、節約するのも楽しくなるんじゃないかな。そうだから何でもね機嫌よく、いやまあやった方がいいし、あとやっぱ感謝の心忘れないことだよね。電気だって大変だよ。だって電力会社なんか上げたって赤字なんだからね、あれ。そうそうなのよ。だからそういう意味でも電力会社も今大変だと思う。まあもちろんね、あの、なんでもね、公共料金とかってそんな高くない方がみんなさ、生活はしやすいけど、でもやっぱりなんつ、ブーブー言いながらこう節約するっていうのはこう違うよね。やっぱ機嫌悪くなるよね。やっぱり同じ節約するんでも楽しく機嫌よくやったら、またなんかちょっと結果が違ってきちゃうんじゃないのって話。だから、これは何回も言いますけど、自分の機嫌が大切。まあ、要は自分に龍神様が宿ってる。そして自分の機嫌が良かったらその龍神様も機嫌がいい。そしたら運も簡単に開けちゃう。道も簡単に開けちゃう。それでもっと言えば、あ、じゃあ例えば自分のね宿ってる龍神様が機嫌が良かったとするじゃん。そしたら例えば行く先々でいいことが起きたとかさ、なんか結構こういうね、あのすごいラッキーなことがありましたみたいな話とかもたまに丸カンの人って結構そういうの多いんだけど、そういう人ってやっぱり行く先々の龍神様、なんか要は波動のいい龍神様と仲良しになれるんじゃないのかなと思うの。わかる？だから自分だけの龍神様だけじゃなくて、いろんなこう龍神様のエネルギーみたいなのが満ち溢れてて、やっぱり自分が機嫌がいいと、その出先のそのなんて機嫌がいい龍神様同士が仲良くなって、またさらにいいことがこう、さらにこう積み重なるみたいなイメージがあってもいいと思うんだよね。そうだってやっぱ機嫌が悪い人っていうのは簡単に言うと、自分に宿ってる龍神様も機嫌が悪い。出先の、なんつ、機嫌が悪い龍神様と仲良くなって、さらに今日トラブルの、なんつ、種が余計ね、増えるみたいな、見方で見ればすごくわかりやすいと思う。だから、実は龍神様のご加護ってみんな受けてんのよ。だから特別な人だから受けられることじゃないんだよって覚えておいてほしいのね。で、どう？この話難しい？いや、大丈夫？入ります。あ、ねえ、嬉しいよ。もう、まなぶちゃん上手なんだから。また、とか。ということで、ね、龍神様の話は以上です。ありがとうございます。はい。じゃあ次。まあ、これ、この話はね、まあ、ほんと最後にしようかなと思ったんだけど、なんかほんと時間的にすごい早く終わっちゃった。いやでも本当はいつも俺言われてるけど、一人さんね講演会の時間って30分とか40分ぐらいが一番ちょうどいいよって言われてるの。そうだからもう俺的にはなるべく30分で終わる。いや短ければ短いほどいいっていうのが一人さん流なのよ。まあでもそれだとね、なんか結構会場でブーイングが入るから。ちょっとね、せめて45分ぐらいにはしてるんですけど、この話は人間関係も仕事の成功も、全部に当てはまるって思って聞いてください。全部です。すべて。じゃあ、例えば仕事の話から持っていくとすごくわかりやすいから、お伝えしますけど、じゃあまず成功したいなら、自分が親切な人になってください。親切な人。で、終わりです。ちゃんとお話しますよ。ちゃんとね、ちゃんとお仕事しますからね。
いや、自分が親切な人になろうとか、要は、そんな、すごく大それた親切じゃないよ。例えば、あの、道端でさ、なんかおばあさんが大変そうにしてたら声かけてあげようかなとか、声かけてあげるとかね。あの、もうそういうちっちゃい親切でいいよ。本当に身の回りにある、なんかあの人大丈夫かなとか、あの人ね、なんか大変そうだけどね、物をね、持ってあげようかな。本当にそういうちっちゃいことでいいから、親切にした人になろうって、自分で思ってっていうか、決意してっていうか、親切な人になろうって思って、あの、そういうふうにね、自分で思っててください。そしたら、要は簡単に言うと親切な人になるよね。そう、そしたら、親切な人は、親切な人の波動が出るのよ。わかるかな？親切な人の波動が出ますよね。そしたら、今度は、類友の法則って言って、自分と、要は類友っていうのはね、要は類は類を呼ぶとかね、あの、そういう話なんだけど、自分から親切な波動が出てたら、必ず気の合う仲間とか、あの、なんつ、仲良しになる人っていうのは必ず親切な人のはずなんですよ。自分から親切な波動が出てるのに、仲良しが意地悪ですっておかしいね、絶対に。そう、ありえないんだから、そんな磁石のね、S と S がくっつくようなことないの。そう、だからやっぱり、なんていうか、意地悪な人が仲良しなんだったとしたら、自分の波動がおかしいと思った方がいいよね。そう。で、まあ、もし今そういう人がいるんだとしたら、そういう人はね、だんだん付き合えなくなっていっちゃったりするから、それも大丈夫なんで、あの、要は自分から親切な人、波動がね、出ると、やっぱり親切な人と仲良くなったり、気の合う仲間って親切な人のはずなの。そしたら、親切な人って物が頼みやすいのよ。そうだよね。さっきも言ったけど、親近感の話とかもそうだし、やっぱりなんとなくし、なんて親切ってわかるのよ。なんか親切が溢れ出てるっていうか。そうだから、物も頼みやすい、自分も頼まれやすいみたいなところがあるから、まあじゃあ自分がね、会社やってますとか経営者だったりしたら、なんて、やっぱり親切な従業員さんに物、まあ自分がほら、なんて、パートでも従業員さんでもね、社員でもさ、なんでもそうなんだけど、やっぱり自分の部下の人とかさ、同僚の人とかに、あの、物頼みやすいと思うの、親切な人だったら。で、親切な人も物を頼みました。まあ頼みやすいからね、お願いしました。そしたら、そのことに対して感謝するの。それで、これでこうちゃんと我が循環、あの、完結するようになってるの。で、これは実は人間関係も全く同じ。うん、そうだから、自分が親切な人になる、親切な波動が出る、物がね、お願いしやすくなるとか、お願いをね、あの、しますみたいな。そこに対して感謝する。っていうこと。で、でだよ。で、これは自分はね、覚えておけばいいんだけど、ただ一つね、あの、すごい重要なことを覚えておいてほしいの。あのね、じゃあ自分はそういうこと、この話聞いたらさ、そうだ、できるなとか、やれるなと思ったりするじゃん。で、実は、相手にもその感謝を求めないとダメなの。わかる？だから要は簡単に言っちゃうと、あのね、感謝のできない相手とはね、付き合ってはいけません。縁切ってください。そう、結構きつい言い方だけど、あの、それが人間関係が本当にうまくいく成功のコツであり、仕事がうまくいくね、成功のコツなのよ。そう、だから、あの、なんて、これを全部当てはめてみれば、社員さんとか社長さんとか、その会社とか、全部にわかりやすいと思うの、この指針があったら。そう、だから、なんていうかな。自分から親切な波動を出すけど、なんか相手がね、その、なんか当たり前とかね、なんか、もう当たり前どころかね、すごく、自分のその当たり前をさ、なんかあの、こうすごく利用するみたいな人も結構いたりするのよ。また身内に多いの、そういうの。そう、なんでかっていうと、ちゃんとね、感謝のことをね、分からせるために魂が連れてくるのって一緒に。だから身内に感謝できない人って多いのよ。そう、で、あの、血縁者とかね、あと親類縁者とかさ、そういう人たちに結構感謝できないみたいな人っていうのは、やっぱり、なんていうかな、そういう分からせるために魂が連れてくるんだって。そう、だから、なんつうん、まあ自分はね、そういうことしなければいいんだけど、極力そういう人たちは付き合ってはいけません。そうで、そういう縁を切ろうと思って、利用はね、簡単に言うと、なんていうかな、親切のね、あの、要は、親切、まあ親切じゃない、感謝できない人とはね、もう縁を切るとか、もう今後一切付き合わないって思ってれば、これも波動だから。そしたら、なんて変な話、もうそういう人が周りから少しずついなくなっちゃう。あとは、すごくいいことは、相手が劇的に変わるか、いなくなるか、この二つしかないの。そう、だから、自分がそういう強い決意を持ってほしい。そう、あと、一個やっちゃいけないことがあります。これは、マルカンの人はね、あーって絶対思う話があるの。あのね、ヘンテコの話聞いてもさ、なんかね、あの人にもいいところあるからとか、
やるじゃん。ダメよ、これやっちゃ。ダメです。ないのよ。いいとこ探すとかやっちゃダメなの。いや、まあ、それはね、気持ちはわかるけど、でも、あの人にもいいところあるからってやった途端に、今の法則が全部崩れちゃうんだよ。そうだから、いいとこね、なんか自分がすごいモヤモヤしてるのに、でもやっぱり悪口とかね、言わないからとかと思って、あの人にもいいところあるし、ちょっとね、なんか人当たりがさ、ちょっと不器用なだけなんだよ、みたいな感じのことで、いいとこ探そうって言うとダメなのよ、探しちゃ。で、相手のためにもならないの。そう、自分もモヤモヤが残るだけなの。だからいいとこ探そうとかってやんないで、モヤモヤしてたら。そう、だからそれはやらないでください。そう、それよりも何回も言うけど、感謝できないね、お互いにね、感謝できない相手とは、こう、付き合わないって、こう、自分で決めてればそういう波動になるから。そしたら周りから感謝できない人はいなくなっちゃう。か、相手が劇的に変わるか。そう。この二つしか絶対ないはずなのよ。それから、それを覚えておいてほしいのね。で、これが、人間関係がすごくね、うまくいくコツと、あと仕事がすごくうまくいくコツ。で、これは、自分の仕事場でも何でもね、全部にこう適応してみて、応用っていうかさ、してみればすごくわかりやすいよって話。そう、だから会社で働いてる人、まあもちろんほら相手はわからないからさ、こういう時ありがとうって言った方がいいよとかさ、ありがとうって言うんだよって教えてあげるのはすごいね、最初は親切だと思うんだよ、これも。そうだけど、やっぱり教えても感謝できないような人っていうのはダメなのよ。そう、だから自分はね、何回も言うけど、感謝できない相手とは付き合わない。そういう波動で言ってください。そしたらすごく楽に生きられるから。で、そういうことやってると誰も付き合う人がいませんとか、友達がいなくなるって人もいるのね。いいです、いなくて。そう。そんなね、ヘンテコな、すごく気をもむような相手と付き合っていくんだったら、一人でいた方がいいのよ。そう、だから、無理にね、誰かと仲良くしようとかも思わなくていいし、なんかそういうことやったらね、人がいなくなっちゃいましたって、それはそれでいいのよ。そっちの方が魂の修行になるから、ね、変にさ、人の噂話とか悪口言うような人と付き合ってたって何のメリットもないじゃん。気使うだけで。またそこに合わせていけない、いなきゃいけないからさ、余計なんか自分の波動がおかしくなっちゃうと思うのね。そう、だからそんなことはもうやめましょう、金輪際。そう、で、さっきの話ね、じゃあもう一回復習だけど、まず自分がね、親切な人になろうって決意することかな。そうすると自分が親切な人の波動になるから。そしたら親切な人の波動になったら、周りにね、気の合う仲間ってのは必ず、親切心を持った人が多いのよ、すごく。そしたらその人たちには、すごくなんて、物が頼みやすい。お願いもしやすい。そのお願いしたことに対して感謝する。で、その感謝は実は相互。だから相手も、だって自分も感謝するけど、相手もちゃんと感謝できる相手じゃないとダメなんだよっていうことが、これがもうひとりさんが言ってる最新の成功法則なの。だからこれ以上の成功法則ってないんだって。で、ひとりさんがこれを最近教えてくれた話だから、みんなはこのこと覚えておいてほしいとね。っていうことなんだけど、この話難しい。大丈夫？わかりやすい？ということで、以上です。ありがとうございます。終わっちゃった。いや、なんかさ、話しやすかったし、無駄な話省いたらね、本当にこういう風にね。まあでも、時間的にちょうど40分ぐらいだからね、ちょうどいいと思うんですけど、まあだからね、一応講演会の第1部はね、これで終了となりますが、まあ皆さんだからこのことを覚えておいてね。で、あとまあ、なんていうかな、この最後の話ぐらい覚えておけばいいよ。あとのね、俺のくだらないシリーズが全然忘れちゃっていいから。ということで、以上です。ありがとうございました。